さんです。チラッ。ではごゆっくりお楽しみください。チラッ。業務スーパーで買った日光冷やしぜんざいを食べたいと思います。もちろん東京に名前ですからちゃんと冷やしてますよ。というわけで早速開けてみましょう。はい、中身はこんな風になってます。で、蜜かな。で、あんにお餅。では、チャンネル登録よろしくお願いします。甘そうな香りがしてきました。それではいただきます。冷やす意味がもう一つよくわからないな。確かに涼むことはできますが、暑い時はこちらの方が美味しいっていうのはわかりますよ。だけどわざわざ冷やすほどのってそればっかり言ってるな。文句ばかり言うのはあまりよろしくなりませんね。食感がいろいろ楽しめて美味しいですよ。さっぱりとした甘さの美味しいあんと、プニプニとした食感の寒天、もっちりとした食感の牛皮、それらが見事に合わさっていてとっても美味しかった。まあ冷やす意味はちょっとあるのかなっていうような気もしたんですが、おかげで口の中にさっぱりとしていただくことができたので、それも良いのでしょう。きっと何か意味があるのだと思います。というわけでこれはこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは、ツバメミのルーブル美術館、綺麗なや。いや、何の感想だよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。